博多スターレーンは福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18番33号にあったボーリング場。スターレーンのブランド名でボーリング場を全国展開する株式会社イースタンスポーツが運営していた。1972年11月開業。84レーンを有する西日本最大級のボーリング場であった。 JR 博多駅畜舎口,口から徒歩4分と交通の便に優れていた。ビル内にはアミューズメントスペースのほか、イベントホールが併設されており、特にプロレスの興行が頻繁に行われていたことでも知られ、日本のプロレスにおける西の聖地とも呼ばれた。全日本プロレスを離脱した三沢光春などのプロレスリングのアゼーが全日本プロレスの興行に最後に出場した。 会場でもある。過去には、プロボクシング工業にも使用され、元世界チャンピオン、コシ隆のデビュー戦も、スターレーンのリングであった。ボーリング場ビル内にあるため、非常に天井が低いのが特徴であるが、リング設置部分は、後に天井をくり抜く工事が施行された。また、フロアレイアウトの変更も容易であった。2015年7月の豪雨で近くの五笠川の氾濫により、 浸水被害を受けたものの、それ以外は大きな休業もなく、営業が続けられてきたが、2019年1月22日、施設の老朽化により、同年3月31日をもって、施設を閉鎖することを、公表、3月31日をもって、閉館となった。最終日は、イベントホールでの展示会がキャンセルとなったことを受けて、大日本プロレス。 東京女子プロレス DDT プロレスリングがプロレス工業を急遽企画。第2本は同日夜の名古屋大会と DDT は昼の福島大会との変則ダブルヘッダーを設定したほか最初で最後の博多スター連登場となった東京女子プロレスにはアジャコングが同マット初出場を果たすなど1日3団体3工業を観光して幕を閉じた。 閉館後、建物の解体工事が進められている。跡地には、NTT 都市開発と体制建設の共同事業、博多駅東一丁目開発計画により、2022年6月の完成を目指して、博多駅周辺地区最大級の広場を有する地上10階建てのオフィスビルが建設されることになっており、ボーリング場は入居しない見込み。ありがとうございます。